え、どうも、こんばんは。日本一のスピッツマニアです。え、今日はですね、これ日本一のスピッツマニアのこの俺様が言ってきてあげたんで、今日はそれに関して喋りたいと思います。はい。何言ってきたかというと、これですね。はい。これです。はい。スピッツベルゲン、ゴーゴースカンジナビア、ボリューム8ということで、まあ、スピッツのファンクラブライブですね。奇跡的に当たったんで、行ってまいりましたよ。で、僕が行ったのはこのね、見てわかる通り、11月10日、の公演で、まあ、P アリーナ MM 横浜にある、会場ですね。で、今回のこのファンクラブライブは、まあ、2カ所でやるんですよね。このピアアリーナ MM と、あと、神戸のね、なんかようわからん、アリーナでやるみたいですよね。で、僕が言ったのは、そのピアアリーナ MM は3回やるんですけど、そのうちの1日目、そう、本当に初日、だからネタバレの心配一切なしみたいな、ライブに行けましたね。うん、そんな感じで、まあ、これはね、チケットですね。なんかファンクラブの会員証を持ってって、それをかざすと、こういうなんかレシートが出るんですよね。そう。だから、紙のチケットじゃないんですよ。そう。だからまあ一応これは証拠です。行ったっていうね。僕の名前も載ってると思います。はい。まあそんな感じでね。まあいいんだけど。席に関しては、L 扉アリーナ。まあ左側ですね。左側の扉から、で結構ね、45列なんですよ。45列なんで結構まあ後ろの方でありましたね。まあなんだけどアリーナっていうね。まあ、で、なんかピアアリーナ MM って、横浜アリーナと比べると結構コンパクト。そう結構ね、後ろの方だったんだけど、結構、横浜アリーナって結構意外と広いんですよ。で、ピアリーナ MM は結構コンパクトみたいな。ね、マリンメッセ福岡くらいですね。僕は今回、ピアリーナ MM 初めて行ったんですけど、大きさで言うと、うん、マリンメッセ福岡が近い感じがしましたね。うん、まあ、そんな感じです。はい。まあ、会場の感じは以上です。はい。でね、まあ、今日はね、そのセットリスト解説をやります。でね、まだね、神戸の方がまだ始まってないんですよね、確か。なんで、まあ、神戸に行く人とか、まあ、ネタバレしたくないって人は、まあ、動画を止めてください、ここでね。今からね、セットリスト解説するんで。はい。まあ、ガンガンセットリスト見るからって。俺は、みたいな。そう。言う人は全然いいんだけど。まあ、見たくないって言ったらここで動画止めてください。はい。という感じで、まあ、セットリスト解説をやりたいと思います。はい。でね、まあ、いつもだったら、これね、11月10日のライブなんだけど、いつもだったらすぐ帰って、ここでね、セットリスト解説してるはずなんですよ、いつもね。なんだけど、今回ね、このね、11月10日のこのスピッツのライブの2日後ぐらいに、まあね、桑田佳祐っていうね、ようわからんジジイのライブにもね、行ったんですよ。で、それはね、福岡のペイペイドームで、やったんですよ。だから、まあ、横浜行って、で、二日後に福岡に行って、で、帰ってくるみたいな感じの流れだったんだけど、まあ、いつもあったらもう、すぐ帰ってきて、この動画ね、セットリスト解説動画、いつもアップする。まあ、予定だったし、するつもりだったんだけど、まあね、あれにかかっちゃって僕が。そう。だから一週間空いちゃったんですよ。まあ、一週間っていうか、まあ、大体、まあ、10日間ぐらい。そう。やっと元気になったんで、動画回してんだけど、ちょっとね、あれにかかっちゃってね、まあ、熱出たりとか、あとなんか味覚が死んだりとか、嗅覚が死んだりとかしちゃったんで、ちょっとね、飽きました。はい。で、やっと元気だったんで、はい。やります。はい。という感じで、まあ、セットリスト解説をやりたいと思います。はい。じゃ、邪魔だな。ふざけんなよ、マジで。クソ、コーヒー屋が。はい。まあ、そんな感じで、あ、これセットリストのボードです。はい。ちょっと、断崖うぜえな。まあ、そんな感じで、セットリストのボード上げるんで、あ、もう見えてたけど、まあ、やりますね。はい。これが、スピッツのファンクラブライブですね。いやー、ほんとね。まあ、今回はね、もうファンクラブライブなんで、でね、このライブの前に、その、ファンクラブ内で、その、やってほしい曲を3曲絞れみたいなのがね、あって、で、僕はね、ありふれた人生と、孫悟空と、惑星セックスのテーマをね、まあ、応募したんですよね。まあ、だけど、僕の選ぶ曲が結構マニアックだから、うん。まあ、どうせ選ばれないだろうと思ってて、でもファンクラブっつってもね、なんかね、変なやつもいるじゃないですか。だから多分ね、3曲選べっつって、チェリー・ロビンソン、空も飛べるはずみたいなことをやり出すのが、土地狂ったやつもいなくはないだろうと、そう思ってて、まあ、ヒヤヒヤしましたね。まあ、だけどファンクラブライブなんで、まあ、スピッツの場合はね、どっかのね、某チルドレンと違って、まあ、セットリストはマニアックにしてくれるだろうとね、まあ、信じてましたけど、うん。まあ、まあ、総括すると結構ね、マニアックだったし、なんか落ちましたね。はい。という感じで、まあ、一曲目何なんだろうと思って、いやー、ちょっとね、まあ、すごいワクワクしてましたよ。本当にね。ワクワクしてて、一曲目何だろうって、まあね、どんなオープニングだったっけな。ちょっとね、オープニング、ちょっと、忘れちゃったんだけど、まあ、一応ね、ここでメモってます。今回は、このセットリストと一緒に、草野さんと、哲也が使ってるギターもね、ちゃんとメモりましたんで、それもね、ちょっとちょくちょく挟みながら喋りたいと思いますけど、オープニングどんな感じだったっけ？あ、でね、今回のこのステージなんだけど、花道がありました。はい。花道っていうのは、まあ、センターステージってあるじゃないですか。ライブ会場、メインステージとは別になんか
その、アリーナの真ん中にさ、あの、島みたいな感じで、ステージある。あの、センターステージと、あとその、センターステージを、に繋がる道みたいな、花道みたいなのがあって、スピッツのライブでこういうなんか花道とかセンターステージあるのって、多分初めて、そう、今まで多分なかったと思う。僕が、その、ライブ映像とか、その、DVD 化されてる映像では一回もないし、多分スピッツとしては初めて、確か MC でも初めて見たこと、言ってたと思うんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、あの、最初会場に入った時に花道があったんで、え、花道あるじゃんみたいな感じで思いましたね。でも1曲目なんだろうって、オープニング忘れたんだけど、まあ、スピッツのあの4人が登場してきてだよ。1曲目なんだろうと思ったら、びっくりしたね。ありふれた人生。そう、まあさっき冒頭で言ったと思うんだけど、まあこの3曲、僕ね、応募した中にこのありふれた人生が入ってて、本当に大好きな曲なんだよ。で、ライブでもほとんどやんないし、まあ映像化もされてないんですよね。だから、本当に聴きたいと。ライブではもう死ぬ前に絶対聴きたいと思ってたから、その3曲ね、本当に絞ってありふれた人生を選ばせていただいたんだけど、いや、まさかね、1曲目にこの、イントロが流れた瞬間、あ、俺もう帰っていいわと。うん。もうありふれた人生終わったら、もう帰ろうかなと思った。っていうぐらい嬉しかった。いや、まあ、多分ね、その、このね、イントロ。ここは多分、草野さんが弾いてたと思う。アコースティックギターの音色だったと思う。まあ、すごいね、嬉しさがちょっと強かったから、記憶ちょっと飛んでんだよね。せっかくありふれた人生を生で聞いたにもかかわらず、なんか好きな曲とかそういうのって、やられるとすごい飛ぶんだよね、僕は。なんか、やってくれたっていう嬉しさが強くなっちゃって。だから今回のこのありふれた人生も、嬉しすぎて、あ、生でやっと聴けるんだと思って、涙出たもん、本当に。めちゃくちゃ嬉しくて、俺もう、おって、言ったかもしんない、もしかして。まあ、言っちゃいけないんだけど、今回のライブは、その、発声も禁止だから。いやー、ちょっとね、もう、正直言うと今回のライブは、もう、ありふれた人生をやってくれたっていうので満足しちゃって、そう、もう帰ろうかなと、本当に。もう、なんか、満足だし、で、さっき言ったように、その、3曲の中の1曲じゃないですか。もう、これ以上の曲、その、ありふれた人生を超えるためには、孫悟空やるか、惑星セックスのテーマをやるかの、この2曲やるかの、に限られるんで、僕の中でね。いや、もう満足だと。いや、ちょっとね、記憶があんまりないんすよ。嬉しすぎて。あのね、結構その、原曲通りの演奏だったんだけど、その、ミワさんのアルペジオとかが、その、やっぱり音源、その CD 音源とはちょっと違ってたし、やっぱりその、くっきりね、生演奏だったから、で、やっぱり田村さんのベースとかもすごくくっきり聞こえたし、なんといってもね、ピアノ、そう、久慈さんのピアノがすごい良かったと思う。うん。結構その、ありふれた人生って、どっちかというとそのピアノメインというか、ピアノとかストリングスがメインの曲だから、すごいなんか、そこはちょっとね、まあ、一回しか聴けなかったしね、そう、まあ、ライブだから、そう、巻き戻しもできないし。で、まあ、草野さんが使ってるギターが、D28 ね、マーチンの28の、サンバースのやつですよ。で、哲也さんが、レスポールの、ピックガードがないやつ、いつも使ってるやつかな、うん、を使ってましたね。いや、そこも、ちゃんとメモりましたけど、いや、本当に嬉しかったね。で、まあ、見てわかる通り、孫悟空も やらなかったし、惑星セックスのテーマもやってないんで、正直言うともうここで帰ってもよかったなって、思うセットリスト。ぶっちゃけもう、これだけで満足。まあ、星ね。5つつけました。いつもね、こういうライブのセットリストを解説するときは、まあ、やってほしい、なんだよ、嬉しかった曲に星をつけるんだけど、星5つつくのはね、今回が初めてです。異例です、本当に。そんぐらい嬉しかった。マジで。いや、マジね。ちょっと、これさ、DVD 化してほしい、マジで。本当に。いや、DVD 化はしなくてもいいから、まあ、次ね、アルバム出るじゃないですか。アルバムの、なんかファンクラブ版の音源に絶対入れてほしい。でね、横浜って、まあ、これ僕1日目なんですけど、2日目と3日目、ここね、君と暮らせたらなんだよ。
いや、よかったと思って。一日目でよかったと思って。これもしかして、草野さん、僕が一日目に来るってのを分かってて、選んでくれたのかなとすら思うぐらい、奇跡的じゃない？そう。二日目と三日目だったら僕、ありふれた人生聞けなかったんだよ。いや、嬉しかったね。もう、正直これ以上ない。本当に。そう。うん、そんな感じです。ちょっとありふれた人生の動画になっちゃうんで、もう終わります。うん、嬉しかった。他にちょっと、いや、メモもね、ちょっと、もう、聞くことにね、徹するため、もう、ありふれた人生せっかくやってくれたから、もう、聞かなきゃと思って、もう、こういうメモとかどうでもいいから、もう、真剣に聞こうと思って、聞いてたんで、真剣には聞いてたんだけど、ちょっと嬉しかったからね、ちょっと、もう一回聞きたい。マジで。うん、と思いました。で、2曲目なんだろうと思って、ここで孫悟空が起用もんなら、もういいやと思って、うん、もう帰ってもいいと思ったから、まあ、三日月ロックでしたね。三日月ロックその3は、ぶっちゃけ、好きでも嫌い。なんかね、そう、ありふれた人生以外は、なんか好きでも嫌いでもないような曲ばっかりなんで、あんまり語ることないんだよね。恋する凡人とか、ひばりの心とか、まあ結構ライブでやるじゃないですか。なんか、結構まあ、スピッツのなんかサービス精神なのかな。まあ結構その、マニアックな曲ばっかりなんだよ。普段ライブでやらないような曲ばっかりなんだけど、ちょいちょいね、そのライブ定番曲、まあ恋する凡人もそうだし、ひばりの心もまあ、ライブ定番曲でしょ、ほぼね。とか、あと、まあ、どこだ？はやぶさやったりとかさ、運命の人やったりとか。まあ、これはちょっとなんか、バランスなんでしょうね。まあ、スピッツのライブって基本的に結構マニアックな曲、どの声もやってくれるんですよ。で、なんだ、猫チグラの夕べもさ、結構マニアックな曲がメインだったじゃないですか。だけど、なんか、替えで入れたりとかさ、あとはまあ、他にもあったっけ？替えで入れたりとか、他にもあったっけ？まあ、空も飛べるはずとかさ、言えてたじゃん。まあ、そんな感じで結構、まあ、バランスよくやるバンドなんですよね。うん。だからまあ、いいんじゃないですかね。ちょっと水飲むわ。いやー。ちょっとまだ病み上がりなんでね、喉が、まだ完全には治ってるわけじゃないんで、はい。そんな感じで。で、まあ、この、恋する凡人とかひばりの心に関してはまあ、これは、まあ、多分そのね、さっき言ったようにバランスでしょうね。うん、やったと思います。で、ここで一回 MC やって。で、あかりちゃん？そう。僕、この曲、ちょっと申し訳ないんだけど、知らなかった。だから最初ね、そのメモするときに、あれ？何この曲？新曲？って思ったんだけど、これね、なんかファンクラブ限定で、なんか DVD が配られたみたいな。だから CD で販売されてる曲じゃないし、配信もされてない曲だから、まあ知らなくて当然でしょうね。そう。僕はそんなに、子さんじゃないんで、そう。僕は2017年からハマった、マニアなんで、そう。知ってるはずがないね。うん。その知ってる、これ知ってたらほんとすごいもんだよ、マジで。そう、知らないのは当然だから。そう。配信とか販売してないスピッツが悪いんで。はい。で、あかりちゃんそんなになんか、聞いた感じそんなに好みじゃなかったね。あんまり印象も残ってないし、どんな曲だったかも覚えてないんで、まあ、どうでもいいです。はい。で、猫になりたいね。猫になりたいね。ちょっと、あんまり好きじゃない。だからね、正直言うともう、1曲目で満足しちゃってて、他の曲そんなに好きでもなかったんで、ちょっと微妙だったね。そう。あ、でね、猫になりたいのね、ギターあるじゃん。そう。猫になりたいの、草野さんのパートあるじゃないですか。ちょっと弾くんだけど。そう。そう、猫になりたい。でも生で聴くのが初めてって曲が結構多い。そう。まあ、三日月ロックもそうだし、恋する凡人とかも、30周年僕行ってないし、そう、ひばりの心の30周年行ってないから、初めて生で来ましたね。で、猫になりたいのさ、このさ、あるじゃないですか。草野さんが弾いてるじゃないですか。で、最後のさ、消えないように傷つけてあげるよっていうこんな感じで、今みたいに僕が今ミスったように、草野さんね、最後のサビの、最後の、アウトロのギターソロをね、ミスってましたね。そう、びっくりした。マジで。そう。いや、草野さんでもミスるんだと思って、まあ、てか、スピッツはやっぱ生演奏だったんだなっていうのが、すごい、ミスで分かりましたね。結構ね、そう、猫になりたいで、ミスってて、うわぁ、ここミスっちゃいかんやろ、みたいな感じで思っちゃったけど、まあ、そこが気づきました。なんかね、好きじゃない曲って、結構そこら辺のなんか、結構気になっちゃうんだよね。なんでだろう。あんまり好きじゃないけど、まあ、ちゃんと聞かなきゃいけないじゃないですか。だからちゃんと聞くから、冷静に聞けるんだよね。そう。なんか、好きな曲みたいに舞い上がったりしないから、うっせぇな、まあ。そんな感じで、そう。で、あ、そうだ。ギターちょっとね、お伝えしますね。
三日月ロックで使ってんのが、草野さん、あの、白いサゴのストラトで、で、哲也さんはね、ずっとね、同じギターだったんだよ。そう。この、猫になりたいまでずっと、この最初のありふれた人生からずっと、レスポールの、なんだっけ、ピックカードなしのやつを使ってましたね。うん。そう。結構ね、今回、哲也さんはね、あんまり、ギターのをコロコロ変えなかったんですよ。結構なんか、3種類ぐらい、しか、で、ローテーションしてたんですよね。うん。まあ、見たかったけど。でも結構後ろの方だったんで、そう。ありふれた人生とか、そう。あ、そう、ありふれた人生って、1曲目で、で、モニターはあるんだけど、その静かな曲だったから、モニター映さらなかったんだよ。だから見えなかったんだよ。結構後ろの方だったから、そう。はっきり見えなかった。そう、三日月ロックから映像が出始めて、いや、ちょっとなんでありふれた人生で映像出さんねん、みたいな。見てんだけどとか思いながら。だからちょっとちゃんとどういう捌き方をしてたのかギター。見たかったんだけど、ありふれた人生。ちょっと見えなかったね。残念だね。そう。で、この猫になりたいの終わりのこの MC で、草野さんが、思いっきり締めすぎましたみたいな感じで。そう。言っちゃいましたね。まあ、潔いですね。うん。まあ、病み上がりだからね。そう。で、MC やって、MC の内容がね、ちょっとね、メモれなかったっすね。うん。あんまりそんななんか、ズバ抜けて面白かったってわけでもないから。うん。そう。でね、7曲目ね。7曲目は、まあ、星つけましたけど、嬉しかったですね。そう、僕はサザナミ CD 大好きなんで、そう、まあ、桃はちょっとね、あれ、カポどこやったっけ？カポあった。そう。桃はね、めっちゃ好きですよ。まあ、サザナミ CD の中で一番好きですし、そう、まあもう僕はね、何回もこの、このね、ギターソロ、その、哲也さんのこの、アルペジオはね、もう腐るほど練習しましたし、僕ね、ここが好きなんですよ。ここね、まあ、感想ですよ。そこが好きですね。はい。という感じで、桃、嬉しかったな。桃はね、確かね、そう、今回のライブね、さっき言ったように、3曲選べるじゃないですか。で、全ファンクラブ会員の、集計みたいな、の結果も発表されてて、で、桃4位だったんだよね。センスいいなとは思いましたね。まあ、桃僕好きなんで、まあ、生で聴きたいなと思ったから、まあ、星つけましたね。うん。いや、桃良かった。で、僕はきっと、砂漠の花、紫の夜、まあ、ここの3曲はもう、正直、あんまり、ちょっと微妙でしたね。うん。で、桃で使ってるギターが、草野さんが、サンバーストの、ニッパチを使ってて、で、哲也さんはジャズマスター。うん。ミッケに入ってるさ、音源あるじゃないですか。ファンクラブライブの、限定版の。で、あれに桃が入ってるじゃないですか。あれもジャズマスターだったんかな。まあ、音的に、多分あれもジャズマスター、今回がこのジャズマスターだったから、もしかしてあの時もジャズマスターなんかな。うん。で、サザナミツアーの時、2007年のさ、サザナミツアーの時はさ、カジノだったじゃないですか。ミヤさん。使ってるけど、うるせえな。そう。だからやっぱ、桃はやっぱりそのシングルコイル系のね、ギターを使われるんかな。そう。そんな感じで思いました。はい。で、僕はきっとは、草野さんがサゴ、白いやつ。で、哲也さんがレスポール。で、砂漠の花なんだけど、砂漠の花ってさ、サザナミツアーの時はさ、ハンドマイクだったじゃないですか。草野さんが。で、今回はサゴ使ったんですよね。まあ、あんまりその、リードを弾いてる感じじゃなくて、高いところを弾くみたいな感じの、効果音的な感じで使ってましたね。そう。だからびっくりした。あら、今回はギターで、演奏するんだと思って。そう。で、紫の夜は、グレッチ、草野さんがグレッチで、で、哲也が、ジャズマスター使ってましたね。まあ、これはミッケの時と一緒ですかね。うん。ニューミッケの時。そう。紫の夜ならやるんかと思って、うん。もう聞き飽きました。はい。そんな感じです。で、ここでもう一回 MC があって、で、ここから、センターステージに移動するんですよ。そう、うわ、すごい新鮮だなと思って。もしかして、これちょっと勝手な僕のね、妄想なんだけど、ドームツアーやるんじゃね説がね、僕の中で浮上してて。まあ、ドームって結構ドームのツアーやるときは結構センターステージとかやること多いじゃないですか。もしかして来年、そうなんかね、今回のこのライブの終盤に、来年は、いろいろ動きますみたいなの言ってたんですよ。アルバム出すと思うんですよね。
で、アルバムのツアーは、もしかして、初のドームツアー、スピッツでドームツアーやったことないじゃないですか。僕、ほんと、スピッツのドームツアー行きたいんですよ。うん。だから、もしかして、ドームやるんかね。ドームの予行演習のために、もしかして、センターステージ、やるんじゃないか説も、僕なら浮上したんだけど、なんか、どっかのタイミングで、なんか、田村さんが、今回限りだよ、みたいなこと、言ってた からね、やるんかな、やらんかな、ちょっとね、どっちにしてもちょっとやってほしいな。うん、まあ、はい、そんな感じです。で、この、仲良しからは、そのセンターステージで、やったんですよね。そう。で、で、仲良しってさ、もう本当に、これ、映像化してないよね。うん。嬉しかった。うん。結構その、映像化もしてないし、ライブでもあんまやんないって曲が、今回メインな気がするんで。うん。仲良し嬉しかったですね。仲良しは、4号使ってました。あの、マーチンの D4 号ね。草野さん。で、哲也、あ、そう。今回のこの、この、花道シリーズは、ずっと哲也が、ゴールドトップの、レスポール使ってましたね。あの、カエデとかで使ってる、あの、P90 の、ゴールドトップじゃなくて、あの、ハムバッカーの、ゴールドトップを使ってました。うん。ずっと。だから、この4曲は、徹夜は全部一緒。はい。で、なんだ、他に言うことあるっけな。あ、で、このね、あの、花道シリーズではなんかね、みんななんかこの、光るなんか、あるじゃないですか。なんかこれ巻いて、あれなんて言うんですか、わからんけど、こういうなんか、あれ売り物なのかな？僕は買ってないから持ってなかったんだけど、なんか結構周りの人たちはみんな買ってて、で、それがなんか、光るんですよ。で、なんか、これ桃色？そう。なんか桃色に光って、どうでもいいか？ここどうでもいいや。そう、僕持ってなかったし、あんまりどうでもいいか。はい。そんな感じです。仲良し。そう。いや、珍しいよね。で、ナンプラー日和。ナンプラーはね、僕スーベニア好きなんだけど、あんまり好きじゃないですね。うん。ナンプラーで、映像化してるじゃないですか。これで。これ。あ、もうちょっと。これで。そう。まあ、これで見たし、ぶっちゃけな、うん。そんなに、嬉しくはなかったですね。もっと他にやってほしい曲あるんだけど。だから、スーベニアで言うと、やってないけど、自転車とか。そう、自転車とか聞きたかったな。そう。で、シェイシェイね。シェイシェイも、そんなに好きじゃないんだけど、まあ、でも、ね、映像化多分してないし、そう、あ、珍しいなと思って。あ、でね、シェシェのいいところ。シェシェは、ほら、最後さ、ララ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 って女性のコーラスのところあるじゃないですか。あそこを、哲也が、ギターで弾いてたんですよ。だからギターで、あそこの部分を補ってたみたいなところで、あ、ここはいいなと思って。そう、今回はまあ、コーラスに女性いないし、そう、9時3しかね、サポートメンバーいないから、そう。だからちゃんとなんか、バンドサウンドで聴けましたね。そこは良かった。嬉しかった。で、エンドロールね。エンドロールは好きですよ。エンドロールは好きなんで僕嬉しかったんだけど、エンドロールはさ、結構やってるじゃん、ライブで。2014年の武道館でもやったし、まあ、小さな生き物でもやってるじゃないですか。僕はね、ちょっとね、遠吠えシャッフルやってほしかった。どうせやったら。うん。なんか、ちょっと遠吠えシャッフルはさ、映像化もしてないじゃないですか。ちょっと、遠吠えやってほしかったなぁ。個人的には。うん。まあ、いいんだけど。で、草野さんはね、この、花道シリーズは、D4 号、マーチの D4 号と、あと、白いサゴの交互。だから、中吉はアコギ、ナンプラはエレキ、で、シェンシェンは D4 号。で、エンドロールは、白サゴを使ってました。はい。で、花道シリーズは終了。で、メインに戻って、何やるかなと思って。ここの間はなんかやってたっけな、ちょっともうほんと記憶にねえわ。そう、すぐね、レビュー、できてたら多分ね、覚えてたかもしれないけど、ちょっとね、一週間近く空いたんで、そう、あれにかかっちゃったんでね。はい。で、何やるかなと思ったら、愛の言葉なんだよね。いや、嬉しかったね。愛の言葉、生で聞くの初めてだし、まあ、個人的にも結構好きな曲なんで、うん。で、原曲キーではありませんでした。うん。半音下げの、武道館の時と一緒のキーでしたね。うん。で、まあ、運命の人、ハヤブサに関してはもう言うことないでしょ。僕、運命の人はね、ちょっともう聞き飽きちゃったんで、あんまり、ちょっとやんないでほしかったね。あんまりやってほしくない曲ではあるんですよ。ハヤブサ、なんでハヤブサ、まあ、ちょっとまあ、そのバランスだと思うんだけど、だって、カエデとかってさ、もう毎回ライブでやるじゃないですか。で、カエデは今回やってないんですよ。なのに、ハヤブサをやるっていうのはね、まあ、ちょっとね、まあ、スピッツらしいっちゃらしいんだけど、どうせだったらね、孫悟空をね、やってほしかったんだけど、どうせやったらもう、ライブで全然やんない曲を挟んでほしかった。ハヤブサとかやらずにね。そう、運命の人とかも、持ってのほかだよ。本当に。うん。で、ここで MC で、
で、なんか、この MC で、今から、そのファンクラブ集計して、多かった曲の1位から3位を順番にやっていきます、みたいな感じで、あ、逆、間違った。3位から1位ね、そう、をやります、みたいな。言って、で、3位の曲、スピカだったんですね。そう、スピカが3位。まあ、スピカ、まあ、ちょっと生で聴けてよかったけど、だから星つけたんだけど、ぶっちゃけ言うと、めっちゃ好きではない。そう。なんで、まあ、でも、よかったですね。夜にかけるはさ、そう、この夜にかけるってのは、YOASOBIっていうなんか、デュエットのなんか、カバー曲なんだけど、まあ、夜にかけるも結構人気あるんだね。僕あんまり好きじゃないんだけど。うん。なんだろうね。三日月ロックだったら僕、ババロアが好きなんですよね。そう。だからババロアやってほしかったけど、なかなかね。そう。で、1位何かなと。いや、スピッツのファンだから、もう結構センスあると思うから、何が1位なんだみたいな。まあ、この流れだと、まあ、結構昔の曲かなと思いきや、最新曲が1位だったんですよ。これ大好物がその集計で1位だったみたいなんだけど、大好物みたいな。これはないよって正直思った。僕ね、大好物全然良さがわかんなくて、そう、歌詞のさ、君が好きなものは多分明日にも好きみたいな感じじゃないですか。その感じも共感できないし、そう、僕わかんないけど、でメロディーがとにかくそんなに好きじゃない。何回か聞いた、僕ダウンロードもしましたし、聞きましたけど、ちょっとね、大好物は紫よりも好きじゃないね。紫もそんなめっちゃ好きなわけじゃないし、僕最近の曲だとやっぱりミッケのありがとさんとかさ、まあやめないでとかが好きだかな。いや大好物はないだろう。なんで大好物？これさ、映画の主題歌だったじゃないですか。映画がヒットしたんかな。いや、なんかこういうにわか臭いことはちょっとやめてほしかったね。最新曲のこの大好物が1位か。ちょっとよくわかんなくなりました。スピッツのファンの層が。まあ、そんな感じで1位だったんですよね。びっくりだ。はい。まあ、残念でした。僕は。もっと他の曲聞きたかったなと。で、ここで本編終了で、で、このね、本編の終わった後になんか映像がね、映されて、で、そこで、今回の集計の、4位から15位発表しますみたいな感じだったんですよね。そう。まあ、このスピーカーが3位、夜にかければ2位。で、大好物が1位で。で、ちょっと、僕ね、メモったんで、発表します。4位から15位。でね、モニターにね、その4位から15位が、発表されたんだけど、手元が暗くて、そう、映像だけしか明かりがついてなくて、その、手元が全然見えなくて、ちょっともしかして間違ってるかもしれないんだけど、一応ね、ちゃんとメモって、ちゃんと清書してみたいな感じでやったんで、一応聞いてください。まあ、間違ってたら、間違ってたで、まあ、多分ファンクラブ内で、多分発表されると思うから、まあ、一応、僕がメモった範囲の順位。で、4位がね、桃でしたね。桃、やりましたね。はい。で、5位があかりちゃん。この人気なんだ。全然わかんないんだけど。桃はめちゃくちゃわかるんだけど、あかりちゃんそんな人気、ちょっとよくわかんなかった。良さがあんまり。で、6位が1897。これね、アンコールの1曲目にやった、この曲ですね。これはまあ、30周年の時のベスト版に入ってる曲だね。まあ、これはもう、有名だ。まあ、1897が人気なのは、僕はあんま好きじゃないんだけど、僕はヘビーメロの方が好きで、そう、いや、ちょっとパンクっぽい、そう、パンクっぽいスピッツが好きっていう人は、まあ、選ぶだろうね。まあ、そこがわかる。で、7位が砂漠の花。やりましたね。そう。お、結構いいじゃん、みたいな。さざ波 CD は結構人気なんかなと思いました。で、猫になりたい。が6位。で、間違った、8位。そう。これね。で、9位が僕はきっと旅に出る。やりましたね。はい。で、愛の言葉が10位。はい、やってますね。で、11位がまさゆめ。まあ、最後にやりましたね。で、12位がかえで。かえでは、やってない、今回。で、13位、若葉。若葉も、ランクインはしてるもののやってない。で、14位が田舎の生活。まあ、オーロラになれなかった人のためにですね。オーロラ、全然好きじゃねえわ。スピッツってなんかストリングスあんまり合わねえんだなっていうのが分かったアルバム。個人的にそう思ってるし。田舎の生活微妙だな。あんまり。で、紫の夜を超えてが15位でしたね。このランキングの中で僕も好きだっていう曲は、11位のまさゆめと、まあ、10位の愛の言葉ぐらいかな。で、4位の桃ぐらい。だからその他の曲は僕全然好きじゃない曲で、あ、やっぱりちょっと、違うんだなって思いました。はい。僕の好きな孫悟空はもちろん入ってる。でも、ありふれた人生はさ、入ってないじゃん。15位、トップ。で、二日目と三日目にやった君と暮らせたらも、やってないじゃないですか。だからもしかして本当にこの
ありふれた人生を1日目にやって、僕が1日目に行くの知ってたのかもしれないね。分かってて、いや、1日目はおわきちくんが来るから、ありふれた人生やってほしいって言ってたから、やってやろうぜ、みたいな感じの。まあ、そんなね、そんな気遣いするならもっと前の席に、してくれよってね、思うんだけど、まあそういうことはどうでもよくて。いやー、うん。そう、そんな感じです。はい。15位は、そんな感じですね。で、この MC でなんかね、スーツを買いに行ったみたいな感じの映像が流れて、お、スーツ買ったんだ、みたいな。なんか、こういうことあんまりやらないからな、みたいな感じで。そう、まあ、スピッツってあんまりスーツのイメージないじゃないですか。4人が、なんかその、自分に合ったスーツをなんか、なんか寸法をね、合わせたりとかしている映像がね、流れて、で、映像が終わったら、そのスーツで、4人が登場みたいな。結構かっこよかったね。うん、似合うわ、と思って。スピッツは、スーツの感じも、全然ありだな、と思いましたね。うん。そう。で、そのスーツで1曲目、1897をやるんだけど、あのね、途中で演奏が止まるんですよ。で、草野さんがなんか、ミスったみたいな感じで言ってて、で、何をどうミスったのか、ちょっと僕、正直言うとこの、メモしてたから、そう。メモしてて、1897が始まったから、あの、ちょっと、見てもないし、その、正直、ちゃんと聞いてないんだけど、何をどうミスったのかわかんないけど、草野さんが多分、ミスったんでしょ、何かをね。そう。で、途中で演奏が、そう。ディー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 新鮮でしたね。そう。ちょ水飲むわ。いや、喉が、ちょっとまだ完全には治ってないな。まあ、そんな感じで、1897、ヘビーメロやってほしかったですね。はい、僕は。で、2曲目に、サンディをね、やりました。あ、で、1897は、草野さん使ってるのが白いサゴですね。白いサゴ使ってて、で、哲也さんは、レスポールの、あの、いつものメインのやつですね。あの、さっき言ったように、もう冒頭から使ってる、ピックガードがないやつです。はい。で、サンディっていう、この、これ新曲ね。あの、今から新曲やります、みたいな感じでやってて、で、サンディという仮タイトルです、みたいな感じで。やって、まあ、楽曲の雰囲気、覚えてる範囲だと、あの、ずっと夢を見て、ってあるじゃん、ほら、デイドリームなんちゃらこうちゃらみたいなの。あの、タイマーズがカバーしてた曲。あの、セブンのさ、CM の曲あるじゃん。なんだっけ、あれ。デイドリーム・リバーソンデーってやつある。そう、あるじゃないですか。ちょっと正式名称ちょっと、正式なタイトルちょっと忘れちゃったんだけど、そんな感じの雰囲気の、そう。ちょっとパンクっぽい曲、うん、でしたね。で、で、最後。で、その、なんか、サンディで今から、あの、最後の曲、新曲やりますみたいなの言ってたのに、あの、サンディが終わった途端、あの、まさゆめのね、イントロがかかったから、あ、最後じゃねえじゃん、みたいな。ちょ、嬉しかったね。うん。あれ？まさゆめじゃなくて、まさむねになっとるやん。ちょっと、すいません、書き間違えましたね。まさゆめですね。まさゆめを最後にやったんですよ。それで終わりましたね。はい。で、まさゆめは、ニッパチを使ってました。サンバーストね。で、あの、てつやもずっと全部一緒のギター、レスポールの、あの、ピックガードなしのやつを使ってましたね。全部。で、あの、サンディは、草野さんがグレッチを使ってましたね。そう、そんぐらい。はい。という感じで。あとは、ちょっと、ところどころギターがちょっと抜けてますね。まあ、ギターそんな興味ある人いるんかな？うん。多分いないと思うんだけど。そう。そんな感じです。はい。いやー、うん。だから、結果的に言うと、もうありふれた人生で帰っちゃえばよかったなって思いましたね。うん。そう。まあ、孫悟空をやることもなかったし。うん。まあでも、満足です。ぶっちゃけ。うん、これ聞いたんで。そう。死ぬ前にこれを聞くのが僕の本当に死ぬまでのにやりたいこと、聞きたいことなんでね。いや、嬉しかったね。うん、もうこれ以上語ることはないですよ。本当に。いや、だから神戸のセットリスト、あの、一応ね、ちゃんと、その2日目も3日目もチェックしましたけど。まああんまり、あの、この1曲目が君と暮らせたらぐらいかな。他はなんかちょいなんか日替わりの部分が。あった気がするんだけど、まあ、ぶっちゃけども、僕、この一曲目以外、あんまり興味がないんで、はい。そんな感じです。いや、あと語ること、ないっすね。うん、多分ないと思う。ちょっとまあ、個別で、ここ何のギター使ったんですかみたいな。もしあったら、答えますんで。はい。
いやー、そんな感じです。そう。あ、でね、あ、ちょっとすごい、今思い出したことなんだけど、田村さんがね、今回のこのライブは、多分全曲通しなんかな。田村さんって結構その、こだわりがある人で、ギターとかさ、LINE? そう。有線の方。有線で繋ぐのにこだわりがある方じゃないですか。なんかファンクラブ開放で見たんだけど、僕は無線?基本的に最近のライブってさ、もうギターも全部無線で、流すじゃないですか。だけど、田村さんは結構もう、どのライブも、有線そのちゃんとコード繋いでるじゃないですか。そう。だからいつもハヤブサとかでさ、動き回るときもさ、スタッフがさ、こうやって一生懸命コードをこうやって絡まないようにしてるじゃないですか。そう。だけど今回は、田村さんね、無線だったんだよ。そう、このセンターステージの時とかも、に気づいたんだけど、あれ田村さん今回無線だと思って。そう。もしかしたらドームツアーやるかもね。そう。ドームのためにちょっと無線を試したみたいなところあるんかな、わからんけど、ちょっと、そこが気づきポイントでしたね。うん。ついに、田村さんが無線を使い出したと。うん。それぐらいですかね。まあでも、総括すると結構マニアックだったし、楽しかったです。はい。という感じで、もう、ちょっと喉がもう限界なんで終わりますわ。はい。そんな感じで、まあ最後までご視聴ありがとうございました。はい。ちょっとまあ、スピッツ来年のアルバム楽しみだし、ドームツアー、まあドームツアーやるかどうかもわかんないけど、ちょっと楽しみですね。はい。来年のスピッツに期待します。はい。終わります。まさりさっき生かした波はいつか来るから Like 叫んだ I love you は波音を買って知った社会に出る辛さで酔いざめのギターよく聞き漁る誉れあってすぐディナー何があった